2勝31セーブ防御率 2.28。 これは優秀な守護神やろな。おかしなことやってる。アンチセイバーの申し子、これはエンターテイナー。被打率3割超で31セーブはクサクサの草。しかも防御率もまともやしな。とりあえずランナー2人出してからスタート。タイブレークか何か。大ピンチやね。印象的なやらかしは意外と少ないよな。セーブ失敗回数2回くらいやったよな。浅村にさよならホームラン打たれたの今でも覚えてる。寿司屋満席にしてから閉店する経営者の鏡。ファンの意はもうボロボロ。これはリト歴史的よな。2敗が味方のエラーによるものという事実。キャリア敗はいつ。75試合投げてウィップ 0.97、 防御率 2.09 の2006チャウ。前世紀のストレートはびっくりするくらい打たれなかった。低めに10丸って感じやった。ちっこい投手が活躍するのはやっぱりロマンがある。いろんな抑えがネタにされてきたけど、武田久志にかなうのは出てこなかったな。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。